久しぶりじゃないか。なんかハート作ったやつがさ、うん、なんか地味に残ってんだけど。本当だ。ね、映して。ほら、わかる。あ、本当や、ハートじゃなくなってる。地味に残ってんだけど。ここだけ濃いけんか。ハートじゃなくなってる。ニキビみたいになってる。画面越しだった。ほら、わかる。ああ。ね、確かにハート変えたのにね。サッチ、こんばんは。こんばんは。そう、カスコとサチコ。そうじゃん、カスコとサチコです。でもさ、初やな、意外に、うん。そうなんですよ。今日も痩せきって。カスミのタコ紹介してたって。タコ紹介？何タコ紹介って。岩崎かすみです。あ、そういうことね。ごめんね、パパさん、虫眼鏡ありがとう。岩崎かすみです。高校2年生、17歳です。ってことかな。何タコ紹介ってことです。そう、仲良しコンビ。今日はでしょ、サチコ。コンさん。こんばんは。こんばんは。YouTube のアーカイブ。あ、だって YouTube のアーカイブでサッチーがショールームで弾き語りしてるのを聞いてるぞ。お、あいみょんのやつ。あいみょんさんの。決まるな。私は見ました。だそうです。ありがとう。はい。フェアルックに見える。確かに。え、それとも今日リーチなんだけど。あ、そうじゃん。今日リーチのだし。そう、カスコ、ちょっと手がきつい。手がこんばんは、ありがとう。今日も笑顔が素敵。こんばんは、こんばんは、かわいい。横には誰、横にはサチコがいます。サチコとカスコです。双子コーデ、双子コーデにしたわけじゃないんだけど、ね、あの調子、うん、たまたまですね。双子コーデにしたわけではないんだけど、あの調子は何とかな。でも似てたみたいな。昨日よりは噛まなくなった。今日も片手に収まるぐらいしか。あ、ついにサッチーとコラボ配信、うん、そう、ついにですよ。伝えててって言われて、でついに白服、白壁、スマホスタンド、スマホスタンドないんだし、ほんまや。スマホスタンドは家にあります。こんばんは。岩崎家にだからないんです。こんばんは。やっぱサッチ妹に見えるな。小犬の子？これはギター。あ、かわいい。やだ、怖い。地味に地味に怖い。見えない誰かがギタコちゃんです。ギタコちゃんです。話せれば散らばってない。大丈夫ですよ。いい。こんばんは、こんばんは。でもなんかそうです。A コンビア、イエーイ。目が乾燥する。です。こんばんは、こんばんは。髪がはめてますね。結構はげる。え、外カメラになるとやばい。いいえ。こんばんは、こんばんは。こんばんは。こんばんは。教えてよ。え？何が好きか。こんにちは。こんにちは。私何がある。確かにそうかもしれない。後悔するかもしれないやん。確かに。でも鼻水は止まんないから。髪切れありがとう。でもね、髪ってさ、宿毛のおかげな気がするんですよね。私、誰の部屋なの？ここはね、私のマイルームです。だからマイルームですよ。ショールーム、ショールームじゃない。さっちやほー。かけに行きたい。宿毛、宿毛かけて、もう一回かけた。最近はもうくるくるなってきてる。ユーナ、今回カスミンです。でもそれから伝えられてる。ノーユーナ。確かにホップでしょ。これね、さっきさ、ハート書いてたんですよ、リップで。今日はで、なんかさ、うっすらわかるかも。レッスンでめっちゃお腹空いてたんですよ。書いてたけど消したのが消えてなくて、その時にユーナが残ってて、アメちゃんくれました。ニキビみたいになって。そう、アメちゃんくれたから私は息ができました。ありがとう、ユーナ。後悔しないで、ケイトに痩せている。そう、あ、鏡ってそういうことか。鏡ってコメント来てて、似てるからってこと。あ、え、そういうこと。え、そういうこと。髪の長さ全く違う。え、思った。髪の長さが全く違う。同じ白。あ、なるほど、なるほど。お疲れ様です。鳥太郎さん、お疲れ様です。確かに、サッチー風邪はもう大丈夫だって、心配してたって。サッチー風邪はもう、あ、どうも。大丈夫らしいです。ありがとうございます。
大丈夫そうですね。大丈夫そうですよ。タイガーさん、サッチのこと解説で広めて、ありがとう。ぜひ、ソガワサッチです。どうも、そうそう、どうもどうも。今日はとも、今日は帰りますね。今日は明日のダンスの練習をして帰ります。ね、真相見えました。確かに一瞬だけ見た。確かに確かに、サッチーのほっぺにも歯かかおや。ちょっと リップちゃんが手の届かない彼方へいるので、なんでくるくる NG、 うっすら見えてるでしょ。レッスンお疲れ様、ありがとう。実はこんばんは、サッチーやほー。昨日より声の感じが良かもしれない。確かに確かに、鼻声さは消えたかもしれない。カニさん、え、でも昨日ね、リエチと海行ったんですよ。で、なんかね、広島にピースクみたいな、なんか赤い自転車、2人同じ服、自転車借りるやつがあるから、色がね、一緒なだけですよ。それ借りに行ったんですよね。似てますよね。川が近かったから、なんかめっちゃ輝いて、めっちゃ刺されて、めっちゃ痒いです。風邪治ってよかった。もう本当によかったよ。鼻水ってさ、地味に辛いよね。熱とかも辛いけど。こんばんは、こんばんは、くちゃさん、こんばんは。かわちいか、かわちいつまでもカスミンと仲良くしてないだって。もちろんさもちろんさ、お話しか行きたいけど恥ずかしくて行け。え、なんでよ、来てよ。さっちー、こんばんは、こんばんは。カニフミヤさん、こんばんは。あきよさん、旗ありがとう。ありがとうございます。さとしさん、こんばんは。今日はいつもより可愛くない、息しにくいよね。いや、本当にそうなんですよね。口呼吸になっちゃうのがね、個人的に嫌なんですよ。前に少しさんとかき氷屋さん行ってたよね。どっから、サッチーやほー。行ってないです。行きたいけど行きたいけど行ってない。多分、え、ユーマじゃないね。そんな気が、私的な歌い気がね。完全復活したらカラオケとかね、また行きたいですね。てか、先輩と行きたいけど行けてない。今度、ユミリンさんのそういう公園行きます。あ、半角祭さん、タコありがとう。皆さんね、ひろなりさん、ありがとうですね。PM さん、こんばんは。あ、お話し会の、私も、たかしさん、こんばんは。第2回目の再販が始まりましたので、待ってまーす。あ、あれか、届いたやつ、秋花粉なのかな。うちの佐川がお世話になっております。お世話になっております。お世話しております。そう、僕の太陽公園ね、楽しみです。やりたい、とっても。二人、おそろの服、白似合う二人。あ、白似合うだって、めっちゃさ、確かにおそろに見えるかも。うん、確かに。絵はあるよね、自分。これだけだったら、確かに。おそろ、これがなかったら、ほんまや。あ、なに。サチを、サチコをよろしく、ネキ、任せてください。鳥太郎さん、よろしく。はい、じゃあもさ、こんばんは。そう、10月21日、うん、おかえり、さっきの方に行ってたのかい。幕張メッセでございますので、うん、楽しみだね、とってもね。あ、その前にはチェキをね、申し込みした方はチェキでありますね。ネッツさん、ジージー、ありがとう。話し会、サッチと話したいけど、何話せばいいか。何でも楽しみだよ。なんだろうね、うん、なんかさ、秋花粉について。ん、お話し会ってさ、うん、自分から話していいんかさ、え、確かに確かに、かくない。自分めっちゃ見ちゃう顔だから、え、そう、どうしたらいいんかなって。どっちが正解なのか分かんないな。嬉しいですね。からさ、
迷う、いつも、うん、どっちが正解かなって秋花粉について。え、マジ何でも楽しみだよね、会話。ありがとう。何でも何でも何でもお互いが話が始めても、確かに、あ、山井久崎さんではないですねってなる。確かに、それで終わっちゃったら、でもそれもいい思い出。確かに確かに。そう、まず名乗るわ。あ、それ嬉しいかも。まずお名前言ってくださったら嬉しいかも。あー、いつもありがとうとかなるから。そう、今回初めての人とかもね、特に。そう、緊張して後ばっしゃいな時間あるから。あー、緊張。あ、目でね、目と顔でお話も大事なので。そう、あれ、どういうこと。しっかり目を見て。やばい、自分最近記憶力と語彙力とか全部低下した。マフラつけたらいいかも。うん、マフラすごい嬉しい。全部低下してきます。そう、あってなるから、そう、嬉しいです。マフラつけてくださったら、マフラつけてくださったらバカになってる気がするんだけど、気のせいか。あと覚えやすいですね、やっぱ。だから嬉しいです、マフラ。そんなことない。え、そうかな。なんかめっちゃさ、そう、マフラ嬉しいです。名乗りすらかのか。最近覚えるのにめっちゃ時間かかる気がする。確かに。サッチーとは山口公園の話もしないとね。確かに。多分。山口公園ね。それを考えてください。確かに多分ね。なかったからね。広島公園の感想とかも聞きたいな。そう。ですよ、待ってますね。もともとペア。でもさ、もともとありがとうございます。もともともあるかも。でもさ、自分記憶力いい方な気がしてたんだよ、ね、何かしらネタ仕込んだ記憶力いい方って思ってた。ドッキリみたいな。正解わかんない。どっちだどっちだ。いいんじゃないかなって思ってた。短期記憶型だから。さっちやっほー、答えはあるよね、山口くん。テストとかめっちゃ前日に覚えてた。当日のこととか話しないとか。でもその方が意外に答えれた、うん、嬉しい。確かに聞きたいな、みんなから。サッチヤッホー、サッチヤッホー。ねえ、テストってさ、長期と短期どっち型、うん、え、どういうこと、どういうこと。短期記憶か長期記憶か。え、1週間前ぐらいからやるかってこと。その1個の教科のために。そう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 。うわー、いや、え、初日の教科は1週間前からやるけど、だんだんもう、もう、いや、なんか、あ、範囲間に合わんかったわとかめっちゃあった。え、どういうこと？会話合ってる？え、短期か、え、どっちが好き？短期とさ、長期どっち覚えた方がいける？うん、え、長期じゃないと無理か。短期ってどういうこと？でもすぐ忘れちゃうみたいな。え、長期は、うん、長くや、なんて言うんだろう。短期は、うん、短い時間で、え、なんて言ったらいいの。え、短い時間で覚えれない。あ、自分当日の話に覚える派。え、それで解けるってこと。え、なんか、うん、なんていうの、か、前日の夜に課題をやっとって、うん、うん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 、で、それでまあある程度覚えて、あ、で、朝、そうそうそう、え、いいの、朝大事なとこだけね、うん、前日より前にやったことがない。そうなの。そうなの、ね、え、でそれで解けるのはすごい。解けてないけばかなりね。あ、点数は比例しなかった。うん、点数は比例しない。しなかった。そう。で、勉強に短期とかないからって言われちゃった。でもめっちゃ言われる、よく。うん、そんな前日に。でも短期記憶型なんですよね、私。でも焦るの好き、廊下とかでさ。廊下？廊下とかでさ、あの、全然やってなくてさ。え、わかる。ね。どこが出る、どこが出る。あ、もう16分だ。でもさ、勉強してないって言ってやっとる人おるやん。うん、めっちゃいる。勉強してないって言ってやってない人。本当やねん。本当やねんって。そう、パッと覚えてパッと忘れる。え、そう、でも自分でパッと覚えて。こんばんは。でも焦るの好き。そう、水飲んだ。
こんばんは。カスミから話して大丈夫？話していいかな？でもさ、さっきヤッホー、あのこんな買ってくださった方がさ、話したいことがあったりしたらさ、ね、そっちを優先にしたい気持ちがあるから迷うよね。迷いますね。そう、自信自信だけ、うん、こんにちは、サッチー、こんにちは、うん、間に合った、記憶が間に合った。へぇ、サンデさん、こんばんは、始めます。今日はペアルック、始めます。そうですね、色は一緒です。今日美人、嬉しい、ありがとう。今日もって言ってほしいけど、サッチー、ヤッホー。何分今？57、58になったら読もうかな。読ませていただきます。ギフト読んどこ。君は何よ。ピサピサ娘がね、ありがとう。こんばんは。こんばんは。さん、バラありがとう。みなパパさん、流れ星ありがとう。ドンさん、流れ星ありがとう。チュチュさん、ハートありがとう。ドンさん、ハートありがとう。ゴンさん、ハートありがとう。チャラッペさん、娘がね、ありがとう。ジージーも、今日サチと同い年だった。今日サチと同い年だ。スーさん、ハートありがとう。ってことは今日お誕生日ってこと？スーさん、娘がね、ありがとう。アメクさん、ハートありがとう。アイカちゃん、先輩くん、ありがとう。アイカさん、フリマルさん、おめでとう。あ、こう読んだ気がする。読んだから、あと読んだ気がする。おめでとう。18歳。こんばんは。だよね、サッチーと同じ頃。目入れたらめっちゃ髪もびしゃれ。嬉しい。18歳になった。髪はね、みんなに言ってくれるかも。でもさ、しかも他に気がするんだよね。ずっと先のことじゃなかったみたいですね。でもオイルは塗ってる、ちゃんと乾かす、ちゃんと。ナイス。あ、あ、え、待って待って、やば。ちょっと48分、やばいやばい、59分になっちゃう。ちょっと待って、やばいやばい。誕生日もさせていただきます。あれ、いつも何位から読んでたっけ。13位か。13位、ゴールドシップさん。12位、かきひろさん。11位、けんさん。10位、はじりこさん。9位、ひらつぶさん。8位、ラブリーフォーテータのほとりしくさん。7位、とっとりたろうさん。6位、とんさん。5位、ゆきおさん。4位、おつあとんさん。3位、なな、れい、れいす、れいすしずさん。振り回りありがとうございます。5位の方、3位、クマネパパさん、ありがとうございます。4位の方、ウラベさん、ありがとうございます。そして1位は、ヤスベさん、ありがとうございます。2位の方、チャランペさん、ありがとうございます。そして1位の方は、です、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様。そう、焦っちゃった。58分なんて久しぶりだったから。サッチーとのコラボ配信です。です。初めてだね。コラボでした。かすみ、さっち、おやすみ。おやすみ。おやすみ。皆さん、明日も元気な一日頑張ろう。あ、バイバイ。おやすみ。ありがとう。バイバイ。おやすみ。おやすみ。バイバイ。